ハッッピーーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりまーすはい皆さんこんばんはハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイムデビ、はいえー、ュー <laughs>、はいえー、今日も今週、えー、金曜日のですね夜7時始まりましたさあ、えー、ちょっといきなりですね大仙人皆さんに近況の報告でございます実はですね今日 夕方、先ほど2時間ほど前なんですけどね、私、北海道から戻ってきまして <laughs>、相変わらずハッピーラッキーミラクルに生きておりますが、ちょっと実話をね、いきなり今日は9月の17日金曜日ということでね、いよいよ秋も深まってくる気配になってきましたけどね、北海道行ってきましたら、朝晩は寒いですね <laughs>。えー あれですよ15日水曜日のお昼便で千歳線に行きましてね、でなぜ千歳線に飛んだかと言いますとね、えー、先週もお話ししましたけども、えー、このですね、えー、1WCA で、この鶴亀クーポンゲットというねこの仮想通貨のお話を。 させていたただきましたよねこの 1WFCA って何 ?WFCA って何ってね WFCA コインって何まあ、ちょっとね初めてねもしかしたらあの私のね放送を聞きになっている方もいらっしゃるかもしれないのでちょっとご紹介しておきますねえー、ダイヤモンドを担保にしたコインですと西アフリカの、えー、シエラレオネダイヤモンド鉱山を所有しております はい、それから独自のメインネットを取得してますよ世界基準を誇る安全なアプリを使用していますとそれがねあのもうこれ何回かご紹介しましたけどこのこれ私の iPhone ですけどね、まあ、もちろんあの AndroidAndroid、えー、君の方にも入るわけですこの DMW ダイヤモンドマルチウォレットこれがねメインネットシステムっていうね メインネットシステムって何ってね、あのー、仮想通貨よくわかんない人はね、なんかピンとこないかもしれないんですけど、仮想通貨のね、仕組みとかね、すごく勉強されてる方はびっくりされます。えってあ。要するにね、ビットコインとかイーサリアムとかメジャーなコインとかありますよね。あれがその仮想通貨の肝はブロックチェーンでして、ブロックチェーン技術を自分たちの独自の方法で、育成にビットコインだったら200万枚。 ね、イーサリアムだったら1億枚とかね一斉にドンと作ったわけですよその一元管理をする一つのシステム体系のことをメインネットってうんですねはいですからあの普通たくさんの日本でも仮想通貨といわれたコインが誕生していろんなねコインねいっぱい名前ついてですねガクトさんねあのね有名な俳優のガクトさんなんかもね え参加ししててなんていうねスピンドルでしたかねなんかそれも含めて日本だってえ1000も2000もできた頃がありました結局ねあれはねメインネットじゃなくてあのビットコインとかイーサリアムのシステムの軒下を借りてねトークンという形で発行してるんですで WNC は違うんです自分たちがビットコインとイーサリアムと肩を並べる完全なる独立した あのそのそシステム体系ブロックチェーン技術体系持っててですからこのウォレットがオリジナルで持てるわけですあかりますよねはいこれが要するに取引の、まあ、全部お財布形態としてのね全部の取引の基準あなたのこれ銀行口座と同じもしくはね持ち運びできるお財布と一緒ということですねはいこれがものすごい発明になりますその つまりメインネット独自で、えー、このスマホのまの上で全部ね仮想通貨を動かすことができるしかも0.2秒という超高速で、えー、送金ができるという世界特許なんですこのメインネットを持ってますとそれから最後が中国国営企業と提携してるといるねはいこれもねまああんまりこのねファーレンさんというね中国の商務省の国営企業 世界一の小売業と言われてるんですけど中国の国営企業ですか中国しかあり得ないんですよ企業がね売り場がね百貨店が、えー、3000店かなスーパーが6万20万店舗中国中にあるらしいんですけど中国友人しか知りませんよねでそのファーレンさんっていう、ね、中国の国営企業の小売がタイアップしてきてぜひここのね w c a と組んで、えー 要は連綿 B、連綿 B って何かと中国人民元なんですよ、中国人民元をここに乗っけてね、だから中国政府とね、つながってるんですよ。はい、これ、あんまりね、公に言うとね、みんなね、これでっほんとかよってね、こう、ま、ま、眉にこう、つばつけちゃうんでね、あんまり、あんまりね、僕も強調して言わないんですけど、でも、本当の事実なんですね、事実の話なんです。 なんでこここにかけるんですよだからね、はいでえー、このですね話長くなりましたけどこの w f c つまりワールドフレンドシアっていうこの仮想通貨を発行している運営母体で会員さんの運営母体を WFC クラブといいまして、まあ、日本の会員さんが約3万人ぐらい今いらっしゃるんですけどもその会員さんのゴルフ大会地方予選が8月あって ハッピーラッキーその1 <laughs> 上位5人に私は入ってなかったんですけど上位者の方が2人上の人2人が北海道行けなくなりましたって辞退されまして私のところに降りてきましてですね話が <laughs> それでまあ別にね、えー、私は行けますからねいつでもはいですんで行きましょう行きましょうということで千歳のですねザ・ノースカントリークラブちょうどね8月の末にね えー、石川遼君んなんかがね、前々年に優勝して、今年も2位でしたからね、えー、セガサミーカップというのをやってましたけど、あれをやってる舞台、ザ・ノースカントリーグラブなんです、名門ですね、えー、すんごいいいコースでしたで、しかもね、もう、昨日ですよね、ゴルフは昨日です、そう、17日ですからね、あ16日ですからね、でもね、朝のスタートが早くてですね。<laughs> えー、7時過ぎに就航してもう8時前にはそそくそ,そとみんなスタートしていくというね7時半にはスタートして私の番が8時過ぎぐらいでしたかね朝の千歳のですね、えー、気温が、えー、7度 <laughs> 7度しいですよ <laughs> 秋を通り越してもう冬かよっていうね <laughs> でもね北海道ってやっぱ温暖差が激しいんですね、えー、すごいね大地ですからね えー、お昼にはね20度ちょいまで上がりまして暑、まあ、くなってしまうっていうね、えー、本当に、えー、その北海道の第一でゴルフをしてきまして、えー、それでハッピーラッキースその2です、はい、ハッピーラッキースその2ということでね、えー、この表彰式がありまして48名参加されてたんですね48名です、えー、6組6組の12組でね、えー、だいたいゴルフって4人、えー、1組でプレーしますからね えー、12組かける4ということで48名でもあるわけです。で,48人で、えー、コンペでですから、まあ、順位がつくわけです、ね、であのいろいろね賞の付け方ってありまして、まあ、もちろん優勝1位2位3位これは分かりやすいですよね。はいだけどねゴルフって面白いのはあのブービーメーカー賞でのメーカーってのが一番最下位ですね。 参加してあなたよかったってめちゃくちゃ叩いたけどね、まあ、参加することに意義があるよね今度も目安に来てねみたいなねこれはメーカー賞と言いますでお尻から2番目の人をブービーと言いますブービー皆さんよくね聞いたことあると思うんですけどね、えー、競馬なんかでブービーとかいうのは、ね、よく言いますけどこれはお尻から2番目ですこれもまあ似,似たようなね意味合いですよね、まあ、もうちょっと頑張りましょうよってね、えー、それからいろんなねあの要するに当日賞とかそれから えー、区切り賞ということで、えー、10位15位20位25位30位35位40位だからできるだけこうねあのスコアがそんなに良くなかった人も当たるようにねこう賞金設定してあったわけですよ。でどういう内容かというとまあたい、えー、5,000円から2万円ぐらい、まあ、上位者のね優勝者の方はまあ5万円のね会長賞というね。 商品券が入っておりました。えー、普通の、えーまあ、ニアピンとか言うんですよ。ショートホールで一番ボールがピンに近かった人をニアピン賞。で、ロングホールで一番ボールを飛ばした人をドラコン賞と言いますけどね、えー。それが1万円分ぐらいの商品券が入ってましたね。で、私はですね、48人中13位だったので <laughs>、えー、一見ですね、何にも当たってないんですけど、 ないんですけどここからまたハッピーラッキーミラクルでして、ねえー、結局、ですねそのあのみんなのショーが渡りああの終わったあとで48人中何もまだもらってない人いますかと <laughs> そしたらね先ほど言いましたセガサミーの会社ですよあのおもちゃの、ね、セガとか、ね、あのサミーってあったの合併してセガサミーです。 えー、そのお,おもちゃとかゲームテレビゲームを、ね、開発している会社ですけどそこの関係の方が協賛してくれて、えー、セガサミのあのおーその特別なロゴが入った、ね、あの本当のプロ仕様のゴルフバッグおそらく3万5千円相当だと私は思うんですけどそれに。 あのオリジナルのね、刺の刺繍が施してあるんで、もう世界で唯一のバッグですよ。<laughs> セガサミー,ーカップってね、打ってやるやつ。で、当たってない人にこれを差し上げましょうと、じゃんけんをしましょうと。で上がってた後に当たりで、私も当たってなかったんで、珍しいなと思いながら、手あげたらね、なんと13人あ、誰も当たってなかった、何も当たってなかったんですよ。で、じゃんけんするんですね、主催者とね。はい。 で最後は2人勝ち抜いた人と私勝ち抜いたんですよ <laughs> 女性とね女性と最後対決になりましてじゃんけんポンで、えー、勝ったんです <laughs> はいえー、それいうやつ特製バッグですねゴルフバッグを、えー、持って帰ってまいりました持って帰ってきましたっていうかねあのそんなでかいバッグですからえー、あのー、やたゴルフ卓球便でね送りましたんで明日着くんですけど えー、というわけで、ハッピーラッキーな天末でございました。はい、そして、えー、昨日夜にですね、えー、そのゴルフが終わって、大会が終わって、えー、3時半ぐらいから千歳から函館に、えー、高速で3時間かけて移動をしましてさあ函館でもですねハッピーラッキーバラ話その3ということでね北海道もね緊急事態宣言なんですよね。 はいで、まさかまさかまさかと思いましたけど北海道のですね、えー、美味しい食べ物をですね千歳でね、えー、もうカニイクラウニもう海鮮のね宝庫ですからね北海道なんといってもね、えー、いただこうと思いましてまず最初寿司屋に行きましたらお酒出ませんよって言ってガーンっていうね <laughs> で、えー、そこでですね 持ってるんですね、えー。ホテルの方に聞いてみたらですね2軒空いてるとですんでセーフだったんです一つはね空いてるって言うのはお酒を出すよ、ね <laughs> はいえー、で予約を入れて、まあ、1時間半待ちぐらいあったんですけどまあなんとかなりましたところが函館はさらにすごかったです、えー、ちょっと学習しましたんで事前に電話しようということでね えー、函館の、まあ、Google マップを使いまして函館のお店を徹底的に全部電話しかかったんですけどもう5軒目ぐらいから「あ、あのー、函館市内どこもやってませんよ」って8時で全部営業終了ねお酒の提供はなしはい逆にね有名な観光地なんでごめんなさいね目立つんでしょうね、えー、そんなねなんかやるとね まあでもね、ここがね、諦めの悪いお酒好きの大仙人でして <laughs>、なんとかですね <laughs>、なんとかなるんじゃないかと思っていくとなんとかなるんですよ、これが <laughs>。はい、ハッピーラッキーミラクル話、3の実4ですけどね、昨日の夜です。はい、まあ諦めない心ですね。はい、で、あの、五稜郭というね、有名なね、函館のですね、幕末に、まあ,あ、新選組の土方歳三とね、 爆心、えー、の榎本武明榎本武用が立てこもったという五稜郭通りというのがありましてそこが中心街なんですでとにかくそこ行ってみようとで繁華街ですからねほとんど人は歩いてないんですけども夜の8時前でしたそれが、ね、ほとんど人,の人通りないですよだってもう店閉まってますからねえこれ繁華街から寂しいなーなんてね見て歩いてたら交差点の角で1人の若い男性が客引きをしておりまして えー、居酒屋かなと思ったら違いましたキャバクラでした <laughs> <laughs> 湯が使かって書いて、えー「客いんのかな?」とか思いながら「いやそれよりもね,あのね私たちはねちょっとねお酒飲めるとこ探してんのか知らんない」っつったら「やっぱりね函館でホテルに聞いても知らなかったんですよはいえところがやっぱりね夜の街のことを知ってますよねあ次の子は角を守った <laughs> ごめんなさい 奥の、えー、焼き鳥酒房とか言うのかなそこはあのちょっと秘密でやってますよって教えてくれました <laughs> <laughs> はい、えー、秘密でやってますんでそんなに混んでないんですしかもね <laughs> コソコソっとやってるんでね <laughs> はい えー、ということで、えー、函館の夜も昨日堪能してまいりましてですね、えー、帰ってまいりました。それでなぜ函館行ったかと言います、ね、と、実は今日午前中に函館で、えー、この先ほどご紹介をしました w c a コインの中国の企業とタイアップをしてますってお話しましたよね。ファーレンという会社なんですけど、その 中国とタイアップしている日本の会社の名前を Q Q フ 99,、ね、99ファーレンといいます。なぜ99かというとね、中国の方はね、実は日本人と反対でして、4と9がものすごい縁起がいい数字なんです。<laughs> はい <laughs> 日本人はね、4と9で宿泊から連想してね、えー、縁起が悪いみたいな。 合わせにななってるだけんですよ中国人は「Q」大好きですなぜなら皇帝の数字だからはいそうなんです「中流っていうのと「いりゃるさんすりりチーパー中」っていうんですけどね「中」って「Q」って意味ですけどねその「九流っていうの「Q」っていうのと皇帝の「Q」っていうのと同じ発音なんで縁技がすごくいいとわかりますか <laughs> でその救急ファーレンの第1号店つまりね、あのーえー、中国の,そのファーレンさんが世界一の中国の小売業なんですけどその、ねえー、商品手配力でいいものをセレクションして日本に送ってきて、えー、世界中のね、えー、ところでそのショップを開きたいと、えー、リアルなで中国の国営企業が初めて、ね、海外へとなこのね w c クラブとタイアップして作ったお店が函館に9月9日だから99ファーレンですよね9月9日にオープンしたということで <noise> はい見てきました今日のね午前中に行ってきました、えー、ハッピーラッキー話その後函館朝市っていうのがありまして <laughs> で結局夜はですね夜はその焼き鳥志望だったんで <laughs> 海鮮、函館はね、なんといってもね、イカそうめんなんですよ。名物ね。えー、ものすごいイカ量が盛んです。はいところがね、夜は食べられなかったんですよね。で、函館の朝市行ってみようぜということで、そっそね、イカをね、こう一本釣りでね、ちょっとね、小さいね、ミニいけがありまして、でそれをも そのイ,イカの一本釣りを模したちょっと竿を貸してくれてね <laughs> で一回千円でやらせてくまあもちろん全部取れるあの引っ,引っ掛けてちゃんとね <laughs>、えー、やるんですでおかげさまで八甲立ての朝市で三色丼ウニとねイクラと、えー、そしてカニとね、えー、そして、えー、そのイカそうめんですねはいもうその取れ取り立てをその場でさばいてはい。 いただいてきました。ということで、はい、全部完結をして、まあ、帰ってまいりました。はいまあ、そんなことでね、あのー、私何が言いたいかというとですね、えー、まあ,あの、こういうノリなんですね、ノリっていうの分かりますか、皆さんね、あのね北海道、ゴルフの話が来ました。もともと行く予定だったわけじゃない。 だけど行く予定になってないんだけど飽きましたよって言ったらこれ恋という意味ですよって <laughs> 私は言いたいわけ。ねハッピーラッキーミラクルを掴むねポイントは、ね、考えないこと。あお金ないんじゃないかとかねお金減っちゃうじゃんとかねえーとかね <laughs> どうするのとかね <laughs> 仕事どうしようとかね <laughs> 大丈夫あなたがね いななくても仕事回るよようになってんですよ <laughs> いやそう思いたいのは分かりますけど私がいないと回らないとかね <laughs> 事実は残酷でございまして、えー、あなたがいなくても回るようになっておりますはいただまあ人間はね分かります分かりますね自分自身のやっぱ力で何とかいろいろやっていきたいとかいうねはいそれはあるんですけど早くそのね自分自身のこのね制限してる枠をね外していきましょうね えー、やりたいことを自分が本当にやれるっていうね時間を作っていくということその経験をしていくということがねでもちろん例えば会社を休むことになったり一時的に、ね、お金をバッと使うことになったとしてもそれによってまた思考を働かせて、ね、その自分自身を落とし込めないということですよ。<laughs> そしたらね何のために例えば北海道行ったとしましょうね。<laughs> 北海道行ってよかったのかな悪かったのかとか言ってたらね。<laughs> お金あんまり使いたくないよねとか言ってたらね, <laughs> ね <laughs>、えー。緊急事態宣言でどこ,もどこもやってないよってね。ホテルでコンビニなんか買ってきてホテルでねわざわざ北海道行ったのにね。えー、なんか全然パッとしない思いをするだけの話ですよ。わかりますね、はい。皆さん人生を楽しむためにあるんですよ。はい、人生を、ね、我慢するためにあるんではございませんということでね。はい、ぜひそこをね。 えー、自分自身の中でも少しずつ少しずつね、えー、開発をしていっていただきたいと思いますそしてそれがねもう今日はね手相の話あんまり詳しくしませんあのちょっとねいろいろもう一個ねあの例のこの航空ケアジェルをちょっとね、えー、先週これはね先週の土曜日ですはいあのー、大阪の方までこの製造会社見に行ってきましたのでね、はい でちょっとね大きな原石とか,それかパウダー、えー、水にこうね全部ねその鉱石の成分ミネラル成分を溶かしてマイナス4化するんですね、えー、それでこのジェルを作ってるんですけどものすごいやっぱり高波動でマイナス4化してますからね、えー、ものすごい優れものなんですけどそのもらった石がねこんなにね容器のこんなでかいやつでして、ね、ちょっとさすがに今日ね私ね えー、しまったらちょっと小分けにして持ってきてよかったんですね、えー。来週ちょっとねそのパウダーとその鉱石原石ねこれを粉砕してそれで、えー、高圧釜でね、えー、そのガーッと煮込んでパウダー化してで、水に転写するわけです。はい、ね、その水に転写したやつをいろんなねものにね、えー、これがね使えるということで、えー、これ。 眠りの王国っていうね、そのね、ウェルネス21という会社と大聖人、えー、今回、えー、提携をさせていただいて、この航空ケアジェルをね、えー、開発をさせていただきました。えー、眠りの王国って何っていうことなんですけどね、はい、これ実は、そのマイナスイオンって今言いましたけども、はい。 一時、えー、ねマイナス4って言葉が入りましたね今からもうね20年以上前ですこれもですから199798保存版ってねいつのだよこれみたいな <laughs> 97年ってね1997ですから、えー、今から 20, 20もう4年ぐらい前ですか23年ぐらい前ですかね97年98年ってことねでここにね詳しくねあのこういうふうに書いてくれてるんですだからちょっと持って帰ってきたんですけどはい、えー、つまりですね、えー、この この,こ,の,こ,の,こ,こ,のここねちょっと分かりますかねこれが鉱石なんですねはい世界中から9種類のそのね、えー、まあ1つはね前もお話ししましたけど高麗人参つまり朝鮮人参の、えー、生えている山の何とかカイトっていうケイト、えー、カイトかな何、えー、とかいうのを取り寄せるそうですあと8種類も世界中からなんか取り寄せるそうで9種類のブレンドになってるんです鉱石をねでこれを砕いて M.Z 加工技術と呼んでいるそうですけどこれがね,なんかねあの特許申請だそうで、えー、M.Z 加工技術眠り王国ブランドの触媒、えーね、加工技術として世界9か所の地域の薬草の下に眠る良質貴重な石を丹念に集めさら、えー、にそれらの石を混ぜ合わせ微粒子にして パウダー化しししミネラルエキスを抽出しましたこれらを触媒化しさらに自然の持つさまざまなエネルギーを加えて生まれたのが M10Z ですということでね、はい、ですからこの M10Z が、えー、練り込まれてます技術が練り込まれてますよというのが、えー、このですね こういうい効果を生むわけですね航空ケア素材ということで、えー、いろんなこういうパウダーもちろんその水自体今の M10Z 技術というのはマイナス4化している水を作る技術ですねそれでものすごい高波動なお水を作り出してるんですけど、えー、航空ケアジェルですからもちろんいろんなこの薬草ね えー、漢方の成分を使いましてそ,そこにねジェル化していく過程でこの6つの効果を生むですね、えー、1つが口,口臭予防プラークケアということでね歯垢、えー、予防というやつですねそれから2番目が歯周、えー、炎予防というやつですねこれそれぞれの効能が違う薬草が練り込まれているわけです3番が えーゆがえー、緩んだ歯茎の引き締め、ね、歯茎ってだんだん緩んできてねあの後退してくるんですよねだからあの歯がだんだんぐらグらしてきて、えー、歯を失っちゃうっていうねいうことになるだから歯をね失わないで自分の歯でずっといきましょう大事にずっと言ってますよね120年時代いきますよってね120年ね自分の歯でね暮らせたらねそれ素晴らしいことですしもっと言いますと歯が丈夫な人がね実は長生きするんですよ。 これ事事実実全くの事実なんです、はい、歯茎をケアして歯を大事にして、ね、自分の歯を本当にちゃんと、ね、守ってる人昔ね、えー、男性の長寿ナンバーワンでね泉茂千代さんっていう方がいたんです沖縄の徳之島120歳まで生きられたんで本当に120歳だったんですけど当時ね えー、確かね昭和60年ぐらいのお亡くなりになったのかな1985年ぐらいだったと思いますけどその時までギネスブックだったんですよでそれ破られてないそうです公認記録ではね男性のですよ男性の長寿記録としてはね、えー、その泉重千代さんが長寿の秘訣は何ですかって言ったらお酒とタバコって言ってたらしいですから明らかに <laughs> お酒とタバコと女じゃって言ってたらしくて <laughs> えー、えー、って <laughs>。<laughs> ねですか男性はやっぱりねそう気分を失わないということもすごく大事なわけですよね命の基本ですからね若さのねだけど笑い話がこれ人がありました脱線しますけど話がね「茂千代さん茂千代じさんあの女の女の人いまだに好きなんですかああ好きじゃとか言って「じゃあどんなタイプの人が好きなんですか?」どそうじゃのわしは年上の女が好きなんじゃ」つって。 あんたギネスブックでも世界最高峻 <laughs> 生きてんですよ。年上の人みんな死んでんじゃないですかもう <laughs> ね。ね笑い話ですけどね、はいまあ、若い時そうだったんでしょうね。はい、その泉重千代さんがなんとねお亡くなりになる直前まで、えー、奥歯、えー、までですね全部ジバーだ,だ,だったそうです。はいえー、本当にね、えー、歯は大事なんですよということをお伝えしたかったんです。 で4番目がね、この歯茎の血流促進ということですね。はい。えー、この色を改善していくというね、やっぱりこう、歯茎のね、やっぱりこの、あ真っ赤っかなね、色。はい。これはね、血流がいいよという、ね、えー、証明ですよね。それから 5, 5番目が、えー、歯茎の痩せ改善。ね、これも痩せていくっていうのもね、歯を失う元になっちゃいますよね。で、最後がドライマウスケアということね。 えー、ドライマウスといいいう方もいらっしゃいますよね口の中乾いちゃって乾いちゃってねあれねある程度の唾液にこう歯ってね歯ぐって満たされてないとやっぱりこうどん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 歯のですねこの土台がですねだん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 こう緩く緩んでくるというふうに言われてますよねはいこれはそれぞれのねもう僕あの,僕はあのこのね薬草のご紹介はしませんけどあまりにも専門的すぎてねただこういう部分に対応する漢方の薬草が入ってるのが この航空ケアジェルでございますよということでね。それで、えー、何人かの方に本当にもうね、早々とご購入いただいてるんですけど、今日はね、せっかくですんで、えー、北海道、ね、えーえー、ゴルフ、こうですね。 えー、北海道のですねセガサミーカップ主催のザ・ノースカントリークラブの、えー、大会4813位だったんですけど13円賞をもらえたということでね記念、えー、大仙人から皆さんにハッピーラッキーミラクルのおすすめということで、えー、3本、えー、3本でですね、えー、セットで15%引き、えー、約8000ょいでお分けしますけどもさらに。 さらに3本以上お買い上げの方は3本の方は1本、えー、これ定価は3000税込3278円、はい、1本サービスいたしますねはいということで、えー、ぜひですねこの航空券やジェルもあのご利用いただきたいんですけどねただねあの私今日一生懸命この話してるのはね、えー、実はあ函館て でですね、それで単にこのね健康管理のこのね優れものを紹介したかったということのお話と「救急ファーレン」の仮想通貨のお話バラバラにしているようでねこれね実は違うんですねこれねタイアップできるなというのがだんだんとねえー、大事宣の中にもね生まれましてねというのはですね えこの先ほどご紹介をしましたこのね仮想通貨 TK クーポンというねこれねつるかめクーポンっていうんですけど6000円分をね 1WCA3 万円で買うんですけどそしたら6000円分がねえークーポンとしてえそのつるかめクーポンというのがもらえます6000円分ねだ2割えーサービスで商品券がもらえるみたいなイメージです でなんでそれどうやって使うのって「鶴亀クーポン加盟店募集」というのがありましてつまりそのクーポン、ね、仮想通貨買える使えるお店なかったら意味ないですよね <laughs> いくら持っててもね、えー、この DMW に鶴亀クーポン入ってて6000分入っててもね、えー、どこでそれじゃあ使えるのっていうんで大仙人はこの TK クーポン加盟店募集ということの、えー、ご案内もしております おるわけですなぜかと言いますと皆さんハッピーラッキー話その6ということで、はいえー、9月15日、えー、そのゴルフ大会の前日夜に千歳でですね、えー、お酒を飲んで、えーまあ、次の日のゴルフに備えたというお話を先ほどしました通りですが、えー、私が所属しております w c クラブ今私のオフィス新宿区にありますね。 でえー、そこのですね一応、まあ、ブロックの長ということでやっておったんですが、えー、どん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 皆さんのおかげで持ちましてですね応援のおかげで拡大を会員さんの拡大してきましたのでいよいよ新宿支部に格上げになりました <laughs> そしてそしてなんとですね新宿支部これね重要な締めを帯びてございましてね <laughs> なぜかと言いますと先ほど説明しましたこのねつるもちろんこのつるクーポンを救急ファーレンショップで使えるんです大仙にもねつるクーポンのこの加盟店を申し込みをねしておりますのでもうすぐねこのクーポンが使えるという状況になりましたら皆さんにお知らせしますがどういうことかと言いますと例えばこの先ほど紹介した航空ケアジェルとかねそれからこれからひょっとしたらね この、ねあのー、ウェルネス21とかした眠りの王国店、ね、資生堂さんにね収めておられたカタログだったんですね、20年前にね、はい、マイナス4の部分があって、その時はよく売れたそうです。ですから、その時はねこういう、ね、マイナスイオン発生装置だったり、ですね、えー、それからこういうね、えー、サプリメントを出されたり、えー、それからこういう、ね、お布団、枕カバーね、ね枕。 えー、もちろん、マイナス4ですから、なんでも OK ですよね。こういうね、寝具。えー、それから、えー、なんといってもですね、医療品ですよね。医療品もマイナス4発生ということで、これ女性だとすごく大事なんですね、女性ね。はい。お肌を守るための、この下着、肌着、えー、インナーですね。はい。そういうのも、これ、あの、ぐんぜさんとかおっしゃったかな、内外さんとおっしゃったかな、に収めてたとおっしゃってました。あと、こういう女性用のね、パンストみたいなものとかね。 えー、こういうのをたくさんやられておりました。もちろんメンズもありました。こういうね、メンズのストランクスですね。はい。ソックスもあります。えー、そして皆さん、このね、このゴルフに関係してるんでというと、このね、ブレスレット、<laughs> これいただいてきました。私もね。<laughs> あの最近はね、ファイテンショップってありますよね。あの、プロ野球選手とか横ら辺なんかツッツッツッ、ね、つけてるじゃないですか、ブレスレットみたいなね。あれね、あの要するに、すごくこう、 体が軽くなってマイナスイオンを発生させて波動を上げてそれで体のね動きをね促進させてってねパフォーマンスアップの実はねこのベルネステンティさんがテンティワンさんがこのブレスレットとあの足首につけるアンクルレットの開発の最初だったそうで最初はすごい売れたそうですでファイテンさんにパクられましたって言ってましたまあしないですよね売れるって言ったらすぐ同業者真似しますからねはい その時はこのまだ MZ10 とかいうねその特許みたいなそのあれがまだそのね降りてなかったんでしょうねはい簡単に真似されちゃったまあ他のね当然こういろんな方法で同じような発想でねえ高波動水を作って多分やられてファイテンさんもやられてんじゃないかなというふうに思いますで何が言いたかと言いますとつまりこの会社はですねメルネス21さんはえもうちょっとそのいわゆる通販としてねカタログ通販としてやられたわけですよ 皆さんもご存知ですよね。カタログ通販の時代ありましたよね。一時流行ったね。ちょうど20年ぐらい前にもう流行りしましたけど、その当時はね、スマホなかったしね、まあ。インターネットの出始めみたいな世界ですよ。だからインターネットでガチャガチャってね。でもアマゾンもその時なかったし、楽天もなかったしね、えー。カタログで注文するっていうのがすごく流行ったわけです。ただ、結局それがずっとね、流れが圧倒的に今、いいコマースねー。結局、ネット通販。 インターネットの時代が来ました。だから残念ながら、このウェルネステ,ティさんは、ね、えー、ど,んど,んどんどん、どんどん、結局、縮小の受き目にあってしまいましたと。ただ、もちろんね、えー、こういう形でまだまだ背景的にはですね、いろんな商品を作れるんだということを現場で見させていただいたので、私はそこでピカッと来ただけ。わかりますよね。単にこの航空ケアジェルだけじゃなくて、先ほど言いました、この まさにですよ、最先端のこのスマホ、お財布形態で、このクーポン、もしくは仮想通貨を使ってね、お買い物ができるという商品ラインナップを、私のね大仙人の工事元宇宙波動研究所でラインナップを揃えて、そして皆さん、ここのウォレットに入ってきていただいたらね。 いただいたら、えー、この鶴亀クーポンというね、えー、後ほどちょっと出しますね。はい。えー、このですね、ウ、え、ォ、ー、レットの中にある、ね、えー、それからこのスワイプするだけですから、ね、QR コードをね、ピッ、ね、えー、皆さんのおコンビニで使うペ a ペ p とか、ああいう機能と全く同じだよ。ピッってわれですから、0.2秒です。はい。お買い物ができると。 いうことですから、ウェルネス21テテの社長ね、もうね、えー、ずいぶん頑張られてこられたんですけど、一時ハプニング良かったんでしょうけどね、今はね、なんとかもうあの昔のね、え過、ー、去よ、もう一度やったらね、金子さん、金子さん、まあ私はね、本名大好きカ金子ですからね、金子社長、あのー、なんとかなんないかな、いや、どんがしといてくださいと <laughs>、<laughs> ね、バックにね、中腹がついている強力なね、お話があるんですよ、ということで、えー、私はですね、本当にね、 えー、大先輩にもね、やっぱこれまでのね、頑張りをたたえて、えー、ぜひね、そういうね、えー、この商品を作っていただいたあー、ねえー、わざわざですよ、オリジナルでこれ作っていただいた大仙に航空ギアジェルですから、実はね、これ、他にないですからね、皆さんね、あのね、誤解しないでくださいよ。他には売ってませんからね、<laughs> えーえー、それが証拠にですね、えー、昔ですからこれを開発したときに、 えー、パッケージがあったそうですけどその昔の値段がここに、えー、印刷されていたあですからこの先ほどのねこういう眠りの王国みたいなあ時に、えーえー、下ろされてたやつがあったんですねでそれの時のパッケージの、えー、印刷の要するにあれがありますよねあの要するにあの下番がねはい、えー、それが値段入ってた当時の、ね、<laughs> 当時の値段入ってたから これオリジナルだわかるない上からねわざわざね、えー、大仙人オリジナルの、えー、商品ですよとわかるようになってるんですこれねラベルあのその上からねこのねあのねシールが貼ってあるんですよお,めだお,、ね、お値段のとこにね <laughs> いや結構笑いますはいですからこれでねオリジナルだということがわかります、はい、大仙人だけがこれ皆さん地球で唯一ですね <laughs> この優れた航空系ジェルを販売してるんですけど まさにそういう感じでねちゃんと知ってさえいていただいたらねいいんですけどもうね物々交換ブツ交ブ換じゃないカタログ通販の、えー、時代じゃないですよねはいですので、えー、ネットの時代すなわちスマホの時代しかも仮想通貨の時代ということでね、えー、その時代に合わせたね このの商品の紹介ができるよとしかも後ろにバックに中国の国営企業世界一の小売企業がついてるという展開になっていくこれちょっと第後半第2部でお話をしたいと思いますはいここで、えー、第仙人のテーマソングに乗ってアメリカンオーサーズベストデイズオブマイライフですねはい乗って、えー、ホームページの紹介させていただきましょう はい、リッチャンドウェルシークラブです。えー、リッチャンドウェルシー投手塾。そうそう、これちょっとお知らせしないといけないですね。本来でしたら第3土曜日、リッチャンドウェルシー投手塾、ちょっと降りてくださいね。記事のと最初のところにあります。はい、これですね。リッチウェルシー塾。はいえー、これのですね、えー、セミナーを明日やる予定でしたが、えー、そんなことでですね、今日先ほどの2時間前に帰ってきまして、財前にすみません。 今週はセミナーの準備じゃなくて、えー、いろいろとちょっと先ほどの、ね、ご案内をしている、えー、いろいろ私もですね、えー、いろんな案件をちょっと、まあ、珍しく書かれましたので <laughs>、ちょっとね <laughs>、えー、セミナー塾の方は今週、今月はちょっとお休みをいただきます。はい、はい、すみません。そして高次元宇宙ファド研究所行きましょう。 はいえー、メタドロのセラピー今日もご案内いたしましょうね、はいえー、2番目のやつですねずっと下にいたていましてお試しコース5000円ですね、はいえー、ぜひですねお試しコースをお受けください遠、えー、い方は写真を送ってきてくださいね、はいえー、先ほどもご案内していますこのね航空ケアジェル大仙人オリジナルの唯一の航空ケアジェルね大仙人しか発売してません世界でただ一つの航空ケアジェルね えー、まさにこの波動の世界を体験していただけるんですけどもねその波動の世界を体験するのを数字で自分のリアルな目でちゃんと厳密に科学的に測定できるのがメタトロンです、はいえー、もうすでに世界は医療の世界もね波動の世界に突入してますドイツとかアメリカでは認められてますがロシアとかね日本では波動はまだ認められておりません遅れておりますだけど逆に言うとね 医療として認められてないから大成にも医者じゃないのにこれをねセラピーとかやって健康になりましょうって健康器具の扱いでねご案内できるんですよはい <laughs> 何だかいいのか悪いのか悪いんですけどね、はいえー、そんなことでぜひ波動の世界体験をしてください、はい、ホームページを紹介させていただきましたさあそれで、えー、後半の方のお話 えー、すごいね、このね、えー、ファーレンさんのお話の続きを行きたいわけです。えー、ちょっとお待ちくださいね、この、えー、先ほどの TK クーポンの、えー、画面をちょっと出してみたいと思いますので、ログインをして、えー、ちょっとね、どういうふうに、えー、これからの,その、このスマホでのね、 決済えー、やるっていうのは簡単なイメージをね、ちょっと持っていただいたいかなと思います。まあ、あの、会員さんの方はね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、ここですね、はい、この、えー、窓口がありまして、ね、で、ここに、えー、先週もご案内しましたけど、DMN、ね、ダイヤモンドマルチ、えー、NFT トークンというね、 NFT トークンってもう知る一つを知るという形になってきました。はい。こういうね、なんかね、美術用品をオークションでね、この方、皆さんが描いた絵とかね、写真とか、なんでもいいんです。農産物でもいいし、自分の扱っているね、えー、まさに商品。大な人だったらね、さっきのメタトロンセラピー、あれを NFT トークンにしてね、セットにして、 例えば、回数券みたいなね、イメージで、10回を受けの場合は、あのーねえー、10回券みたいなね、トークンを作ってそれでオークションです。買ってくださいみたいなね。これが全部ここで完結するようになっております。これをね、これを利用していくんです。つまり、うん、皆さんメルカリご存知ですよね、メルカリ。ね、フリーマーケット。ネット版のフリーマーケットです。ね、でもあれはね。 今の決済システムは残念ながら皆さん銀行口座持ってなかったら登録できないですね。だってお金持ってるかどうかチェックされるわけですからね。はい。えメルカリのですね、要するに仮想通貨バージョン。これが WNFT、ノンファンジブルトークン、非代替性トークンということなんです。はい。わかりやすく言いますとね。だから皆さん何でも出せるんですよ。 でもう先ほど紹介しましたね、えー、この商品私はリアルな店舗で、ね、この辺の全ての移植10みたいな食はあんまりないけどサプリメントぐらいしかねイート食はあーイート10はいっぱいこのね、えー、会社の技術で出せますんで、えー、リアルなね、えー、その店舗ではうってつけですでなんと99ファーレンショップ 東京では新宿に作ることを決定。はい、えー、ということで大仙人がその責務を負う予定になってまいります。さあ、えらい展開になってきましたね。えー、世界一の小売業、中国の企業とのタイアップ。まあ、もちろん WFC クラブというね、えー、その団体がメインで契約をして、これから世界に。 展開していく前に日本の47都道府県に全部作っていくとまずはね東京あたりは各区に作りたいっていうねそういう希望も先方さんは終わりのようですでまず第1号店は東京の第1号店は来年来年新宿区新宿店でありますよということを聞いておりますんでまあもちろんね実は何もまだ決まってないんですよ何も決まってないんですけどハッピーラッキー話その7というのをいきたいんですね。 これをが皆さんよく聞いてくださいね。ハ、え、ッ、ー、ピーラッキーミランクルを引き寄せるまさにポイントです。ポイントねよく聞いてくださいね。まだ何にも決まってない段階で決めるんです。<laughs> 何よってもう決まってるということ。<laughs> これをね、えー、言い方いろいろありますけどね。えー、もうあのイメージしとくとかね確信しとくとか言うんですけど私はね養殖って言うときましょうね。 もうあらかじめ言わっとけと。<laughs> 皆さんありがとうございます。ね大事な人はファーレ救急ファーレンショップ、えー、東京第1号店新宿ショップオープンしました。どうもありがとうございます。<laughs> はい、つまり引き寄せのポイントはこれなんです。もうすでにかなっていると。ね皆さんあれも欲しい、これも欲しいっていろいろ思っててもね,ね。先ほどね、他で行くかどうか、もし、ね、あなた話したらどうしますかってね。 いでしょ <laughs> ねつまり皆さんが思ったり考えたりしてることそのままが自分の現実の中に現れてくるよって言ってるじゃないですか <laughs> ねあれどうしようこうしよう本当にうまくいくかなって本当にうまくいくかなって信じてるから本当にうまくいくかなという状況を作ってしまうわけ、えー、そんなアホなねあなたにはならないでくださいそろそろね、えー、賢くいきましょうだってねもともと人間ってねハッピーラッキーミラークルに生きるのがその 人間のの本当のね力なんですよ何にもそれね能力いらないんですだって皆さん赤ちゃんでそれできてたんだからね何にも皆さんね何にもしなかったら全部面倒見てくれましたよお父さんお母さんから周りの人ねえー、どうですかね愛いっぱい与えられてねどうですかもともとそういう何にも思考を働かせなくて自分らしくバーってねニコニコしてたらね <laughs> 周りがいっぱい、ね、あなたのことを応援してくれてましたよね いっぱいいっぱい愛をくれましたそのあなたに戻るだけですよそのあなたに戻るためにはすでにもう私は全部持ってるすでに私はもう全部叶ってるはいありがとうございますよろしくおしちゃうもう叶いましたってねよろしくと言いますあらかじめもうすでに祝ってしまえということではい これぜひ覚えておいてください。でもね人間ってね、ついついね、えー、そんな簡単なことでね、<laughs> そんな簡単なことで大事に、えー、本当かよとか思うかもしれませんけどね、あしておきます。ね、えー、来年どっか春ぐらいかもしれませんけどね、えー、どっかの時点でオープンしますから、ね、えー、この番組でもおそらく、えー、ちゃんと叶いましたよっていうね、えー、報告が。えー できるそういうもういも私は確信をしております、はい、はい。というわけで、えー、そろそろ時間がやってまいったようです。ハッピーラッキーミラクル、大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム。それではまた来週お会いいたしましょう。Thank you!